こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ。商品は売れないですが、値下げしたくないです。値下げのタイミングがいつ頃ですかというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画を作成したきっかけは、私のコンサル生がなかなか売れないということで、悩んでいましたので、作成しました。売れない理由はなぜか、 それはですね、評価ですね。えー、評価が高くないと、商品、同じ商品でも、購入希望者の方が高く買ってくれないです。それと、評価のパーセンテージです。100%がベストです。少しでも下がると、高く買ってくれないです。えー、この点が非常に重要なので、ぜひ注意してください。でもし、 同じ商品で高く売りたい場合であれば同じ商品を出品しているライバルセーラーとの出品価格を見てバランスよく考えて出品すればいいかと思いますそれでも売れない場合は多少その時に値下げをして販売してみてくださいただ値下げするだけでは自分の利益が少なくなってしまうので ぜひ注意してください。よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録したいにニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。